皆さん、こんにちは、マーティン、ダーのミャク・ー・キング・テレス。日ハム、福岡、ダイエーホークス。ハ神ンで頑張った、アリクラ、マサシさんの孫さんいます。アリクラさん、確かに、フォークボーイが一番の武器でございます。これは誰も打てませんね。はい。日ハムでは中継ぎとして貢献はしておりますが、10試合以上出たもののではい。伸び悩み、ハンシーチ、ソフトバンク、議席数も全然ダメですね。はい。やはり、フォークボーイは確かに武器ではございますがね。はい。というわけで、以上です。バイバイ。